は、おはようございます、みほぬけです。今日は幕張メッセに来ています。なぜかというと、ニコニコ超会議2019です。お坊さんが運営しているブース、超テクノ法要かける高原というところで、今朝コレクションの MC をしているからです。その様子を今日はレポートしたいと思います。ということでね、もうここの見てください、ドドン、メッセの今裏手にいるんですけど、見て、人わーお、超並んでます。もう時間がね、今9時半なんですが、開演30分前で、もう入場待ちの人でパンパンですね。私ここ到着したのが朝8時ぐらいだったんですけども、すごい、その時からもうすでに幕張メッセをぐるっと一周するぐらいの人並んでて、やーば、この何万人の人たちと一緒に盛り上がっていこうと思います。ちょっと有名人なんかと出会えたらいいなって思いますよね。はい、ミーハー心パカーン。さあ、行くぞ。今朝コレクション始まります。じゃあこれからタッチしますのでお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、これから今朝コレクションといって、今朝のファッションショーをお届けしたいと思います。今朝これに登場していただく3名のお坊さんです。ですね、まずちょっと先に、今朝って何って話をちょっと手短にさせていただきます。今朝のファッションショーはですね、ここに注目してほしいよということで、まあ、今朝って何って話なんですけど、お坊さんが着てる服のここの部分を言います。ここって何ってなんですけども、はい、で、あの、元はというと、お釈迦様が修行をしている時にボロ布を釣り合わせた一枚の布で、こういったもうね、裸に布一枚で修行をしていたことが由来で、それが象徴となり、今はお坊さんが修行に励んでいる、修行に励んだよということで、法要の上にそれを象徴としてね、着られているんですね。そして宗派を超えたり、シーズンがあったり、いろいろ違いらしいので、どんどんそこのね、今朝の話を深く聞いていきたいと思います。まずは、はい、高原の代表でもあります天然宗の友光さんです。どうぞお願いします。よろしくお願いいたします。はい、高原っていうイベントが、ニコニコ超会議のところで出展していますが、個人的に来年に向け、もしくはもっと将来を見据えて、今未来の野望とかあれば聞かせてください。ちょっと全然出ないんですけど、ニコニコ超会議、そう、来年どうしたいですかとか言われるんですけど、はい、なんか僕たちの方から何か意図とか作為を持って、ニコ超の人たちこれが好きだからこうしようとかってあれこれやるのって多分野暮だなとか思っていて、今年できる最大限今日やったってだけなので、来年は来年でまたその時にできる最大限を思い切りやって、その時その時がベストを作りたいなって、そんなことなんでやります。ありがとうございます。見せてください。このまず衣がね、光栄が何を線を使って、でデザインも、あまり凝ったものでもやっぱり長持ちしないので、はい、コレクションステージ終わりました。個人的にはもっとお話広げたかったなとか、ここもっと掘り下げたら面白かったのになっていう反省点はめちゃくちゃあります。本当に今結構反省の塊です。こうやってね、紫の新品のサムエを手に入れて気合十分で乗り込んだので、ちょっと悔しいなって自分的には思いますが、今朝コレクションの皆さんのお話自体は本当に本当に面白かったです。宗派で違えば今朝も違うし、用途が違えば今朝も違うし、しかも自分の結婚式用とかいろんな趣味でちょっと選べる宗派もある。さあ、まだまだニコニコ超会議続きますんで、ちょっとできたらレポートしていこうかなって思いますよ。Yeah.
今日はうまくいかなかったことを相談しに行きたいと思います。はい、高原代表友光雅心さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうすか、どうすか、みんなあんのかね、終わった後の言葉って、やってる最中ってやっぱ言葉があるけど、終わった後なんて終わっただよね。別に終わりたいためにやったわけでもないし、終わったのって結果でしかないもんね。やりたいためにやっただけだから。今やりたいことを全力でやっているんだって言ってたのがすごい響いて、なんかで見てたら大人たちがみんなそう思って作ったんだろうなっていうのがすごい伝わってきました。まあ、こうなるまでいろいろ下手けどね、あら今は逆にもう抜け殻っすよ、なんか何も残ってないっすよ。そうですね、今日行くまでもう超忙しくてね、やってらっしゃって、普段 DJ とかもされてるので、そっちも私はまた行きたいなって思って、夏にだけでミックス欲しいって言われて、いやそうですね、フェスいいシーズン始まりますね。カンカンの感じちょうだいって言われて、オーケー、うわーすごい、今真相に忙しいっすっていう。いろんなお坊さんがいらっしゃる中でもこんな素晴らしい方もいらっしゃいますよ。楽しみです、日々。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。超ありがとう。こちらこそ、ありがとうございます。いい仕事、いい仕事しない、いい仕事しない。では。はい、終わりました。終わりました。イエーイ、お疲れ様です。ありがとうございました、おかげさまで。すごいです、あのテクノ法要の朝倉さんです。朝倉です。こんなおじちゃんです。こんなおじちゃんですね、本当に。マジで感動的でしたよ。 CD も販売はしたい、もう CD も販売、24日から販売、タワレコードさんで販売させてもらってます。ぜひゲットしてください。今日のもう感想ちょっとパッとお願いします。この2日間本当にね、みんなのおかげで、うわー、くー、いや僕一人じゃ絶対できないんですよ。もう本当にもうありがとうしかないです、ありがとうございます。でもこの発明のおかげでいろんなクリエイターたちのきっかけでふわっとなって、クリエイティブさに刺激を受けて、ちょっと感動を受けた人たちが集まってこうなってると思うんで、この場がね、私入れて本当に気持ちよかったので、本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さくらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。また楽しみにしてます。こちらこそお願いいたします。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さくらさんで、あ、追いかける追いかける、はい、さくらさんでした。で、もう終わります。ニコニコ超会議2日間、みほとけはねちょっとだけですが非常に楽しくさせてもらいました。ちょっとなんか反省もあったんですけど、お坊さんたちの皆さんマジかっけー、お坊さんマジかっけーっていうのを知れたので、皆さんにも伝わってくれたらいいなと思います。みほとけも頑張ってまたこれから精進して、また来年ニコニコ超会議に関われるように頑張ります。では見てくれてありがとうございました。これにてナムバイ。